パーツの色の整合性だとかは今の段階であまり気にしなくて良いので、色が濁りそうだったんでサイドのある紫を足して描いた絵を統合して加筆をしやすくするのである。我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回は憧れの塗り方ナンバー1、厚塗りについての修練の書である。厚塗りとは、これは CG での厚塗りということになるが、線と色を一つのブラシで塗り重ねていき、厚みのある絵にしていくという塗り方である。いまいちピンとこない方もおるかもしれぬが、油絵やアクリルガッシュなどで塗った不透明な筆のタッチを生かした塗り方であると思えば少しはわかりやすいのではないであろうか。今回はその講座をするにあたり非常に良いブラシを見つけたので、そちらの紹介もさせていただきながら、厚塗りを初めての方にもわかりやすく教えておるつもりであるぞ。ディープブリザード。ラフの方はこのように完成したので、ここから線画の清書と影の着彩とかをしていくのであるけれども、その前にちょっと影をどんな風に塗るべきかっていうのを一回ざっくりとした筆のブラシでこんな感じで塗りながら影の形などをちょっと確認していこうと思うのである。こんな感じで影が入ったら立体的に見えるかなとか、絵が魅力的に見えるかなというのが分かったので、大まかにこんな感じにしようというのをガイドにしながら、これから実際の線画の清書と着彩を行っていこうと思うのであるぞ。ディープブリザード。これからまずはキャラクターの線画の清書を行っていきたいと思うのである。清書についてはこれまで通りベクターレイヤーを使って清書していくが、一つ大きな違いがあるとすれば、今回色塗りで使うブラシと同じブラシで清書していく。そうすることで実際に厚塗りをする際に線と塗りを馴染みやすくするという効果を得られるのであるぞ。ディープブリザード。これでキャラクターと背景の清書が終わった。次に下地の色を塗っていくのであるぞ。ここまでの作業はこれまで我が講座で描いてきたようなアニメ塗りと何ら変わらない作業なので、塗りつぶしツールや投げ縄ツールを使って色を塗っていこうと思うのであるぞ。ディープブリザード。ではこれから厚塗りの基本的な影を塗っていこうと思うのである。まずはキャラクターをメインで塗っていくので、背景は一旦非表示にしておこう。この状態で新規レイヤーを定山で作って、今回使うこの彩風厚塗り主線というブラシでやや大きめのサイズのブラシにして、ここからはもうザックザックと、塗っていくのである。とりあえず塗りのはみ出しだとか、パーツの色の整合性だとかは今の段階であまり気にしなくて良いので、色をしっかりと置くことを意識して塗っていこう。まずはあまりブラシのタッチとは気にしなくて良いので、ゴリゴリと影の部分を塗っていて、で濃くなりそうな部分はしっかりと濃く塗っていくと良いと思うのである。で今こんな風にはみ出しとるけど、普通にクリッピングマスクを適用すればはみ出さないので、ある程度塗り進んだらこうやってクリッピングマスクを適用してはみ出さない状態を見ながら塗っていくと良いと思うのであるよ。とにかく色をガンガン置いていって、で、それがいい感じに混ざったらいいなぁ、みたいな願望を込めながらぬりぬりしていくと楽しいんである。筆圧を弱くすると色を混ぜることができるので、それをうまく使いながら影を塗っていくと良いと思うであるよ。ある程度ざっくりできてきたら、ちょっと細かいブラシでディティールを書き込んでいこう。先ほどよりも書き込むっていう感じで、この段階でガチガチに書き込まないように、ほんとザクザクの印象は残しつつ、本当にこのブラシはこういう厚塗りをするときにおいて非常に使えるブラシで、これまではこれだけで塗るブラシというのを使っており、これも全然すごく使えるブラシだし、色の混ざり方とかだとこちらの方が好みかなと思うことも多いのだが、全体的にもっとザクッとゴリッとした塗りをするんであれば、この彩風厚塗り主線というブラシは非常に使えるなと思うのである。あんまりハイライトも入れなくて良いので、ハイライトは最後にまた仕上げの段階で改めて入れるので、今の段階ではハイライトは入れずに陰影だけ、影だけを入れることを意識して塗ると良いである。ちょっとまたなんか色が濁りそうだったんで、サイドのある紫を足して、全体的に暗く濁った色味にならないように調整を入れていく。ただこれやりすぎると今度は明るすぎて浮いてしまう絵になるので、適度にっていうのをいつも心がけている。ちょっとスカート部分に明るさが欲しいので、軽くスカートの立体感のある明るみを今の段階で足していこうと思うので、このぐらいの色をこんな感じで、あんまりゴリゴリ置くんじゃなくて、軽くポンポンとも叩いておいていくぐらいでよし、こんな感じかな。これで大まかな下塗りが終わったのである。これから厚塗りの本領発揮、塗りつぶしながら主線と影色や色を混ぜていく工程なのであるが、ここで大事になってくるのがこの主線の色であるな。どうしてもこの黒い主線と色が混ざることですごく色がどんどん濁ってきてしまうので、それを防ぐために何をするかというと、線画の不透明度をだいたい30% ぐらいかなにこうやって下げるのである。で、ここから色を濃く付け足しながら、この厚塗りらしく仕上げていく工程に入っていこうと思うのである。ディープブリザード。では、これから主線と色を混ぜながら厚塗りの仕上げ作業に入っていこうと思うのである。まずは、これまで描いたこのキャラクターの線画だとか、ベースの色が入っているフォルダーの上に新しいレイを作成し、ここはもうレイヤーモードは通常にして、どんどん上から色を塗り重ねることを意識しながら塗っていこう。で、まずは顔周りから仕上げていこうと思うので、彩風厚塗り主線のブラシを選んで、こんな感じでちょっと薄くなりすぎたまつげのラインを濃くなるように描いていく。こうやって薄くした主線がある意味ガイドになるようなイメージかな。なのでどこまで主線を残すか、どこまで塗りつぶしをするのかっていうのは、このガイドになっている主線のラインを参考にしながら、ちょっと輪郭もちょっとぼやけすぎてる気がしたので、ちょっとサイドが高くて明るい色で書き込んでいこう。こういう顎の下のラインなんかはオクルージョンシャドウの効果でしっかりと境界線を塗っておくとメリハリがつくのであるよ。やっぱりこうやって色をスポイトをしながら塗っていくとやっぱり色が濁ってしまう場所があるので、そういうところはメイドやサイドがはっきりとした色で上書きしてあげて濁らない印象にすると言ったらいいのかな。あまり我がその塗り方がそういう色味になることを好んでいないだけなので、あとやっぱりどんどん陰影がぼやけて曖昧な塗り方になってしまうので、メリハリをつけるためにもこうやってある程度色を塗ったら引いてみて、その箇所がどんな風に見えるのかとか、全体から見てメリハリがある塗り方なのかなどを確認しながら厚塗りをしていこう。髪の毛の流れを意識しながらこうやって毛束のラインを入れていくと、引いてみた時には非常に繊細で綺麗な髪の毛のラインができるっていうのは厚塗りの描き方で我が好きなところかな。こんな感じで。ただやりすぎるとしつこくなるので、どのぐらいにタッチで入れるか、入れる場所はどこにするのかっていうのはいろいろ全体を見ながらで、こうやってやりすぎるとブラシの跡がきついなと思ったら大きめのブラシでちょっとぼかす感じで色を置いてバランスを調整すると良いと思う。で、ある程度陰影のメリハリを残すように描いてはおるが、どうしても陰影がぼやけてしまったりメリハリがなくなってしまう箇所っていうのが厚塗りをしてると出てきてしまうので、そういう際には後々ちょっとレイヤーを足したりとかしてメリハリを追加していこうと思うので、今はとりあえずこの主線を塗りつぶしながら厚塗りとして仕上げていくことを集中して描いていこう。ディープブリザード、これでキャラクターの塗りの基本的なところは完了した。まだ細かなところの書き込みやハイライト、仕上げなどは残っておるが、この段階で一度描いた絵を統合して加筆をしやすくするのである。キャラクターのベースとなった部分を複製をしておいて、でこの複製したフォルダーとこの加筆で描いたレイヤーを2つ選んだ状態で選択中のレイヤーを結合を選択する。これで一つのレイヤーに収まったのである。どうしてそういうことをするのかというと、ちょっと書いてる時にも気がついておったんだが、反転した時にちょっと口が歪んどるなとか、眉毛の形がちょっと左右違うなとか思ったので、こういう風にちょっと全体のシルエットを変えてしまうような時には、こうやって統合してから加筆、加工した方が楽だったりするのでな。整えたらこんな風にちょっと全体の線がいじってしまうので、こうやってちぎれて後ろが透けて見えてしまうんだよな。こうやって調整をして消してあげよう。ではこの調子で細かいところの加湿や修正などを行っていこう。ディープブリザード。では、キャラクターの基本的な塗りはできたので、これから全体にハイライトを追加していく。そうすることで、より厚塗りの立体感を表現することができるのであるぞ。では、新しいレイヤーを追加して、これまでもやってきたようなハイライトの入れ方を基本的にはブラシで塗っていく。別レイヤーで分けておくことで、後で修正や加工もしやすくなるので。厚塗りのメリットとレイヤー管理を活かしながら、ハイライト入れていこう。髪の毛の束のラインを意識しながら、髪の毛の立体に沿うように入れていこう。ちょっとワンパターンになりすぎてるんで、メリハリを入れていこう。だいぶ立体感がこれで出たのではないのかな。あとは制服部分にも軽くハイライトを入れていこう。あまりギラギラはさせたくないので、控えめなハイライトにしていくのである。これでキャラクターの細かい部分の加湿が終了したのである。で、最後の仕上げとして、キャラクターに水彩境界を疑似的に追加していくのである。ここにある水彩境界という効果はこんな感じで、書いた周りにこんな感じでちょっと縁ができるんだよな。これを水彩境界と呼んでおる。ただこれは、機械的な処理で一律同じところにできてしまうし、こんだけレイヤーを使ったり統合してしまっておる、厚塗りをしておるデータでは、これをコントロールしながらつけていくというのが難しいので、自分で書き込みをしながら水彩境界のような縁をこの絵に追加していこうと思うのである。もう少しちょっと柔らかさだとか奥行き感を出したいので、追加したレイヤーとか一回フォルダに入れておいて、このフォルダに、スクリーンかけて、ちょっとくすんだブルーで、超短距離的な空気遠近法を追加していこうと思うのである。では、これでキャラクターの塗りは完成したのである。ディープブリザード。ディープブリザード。というわけで、こちらが完成したイラスト。我が普段やっておるアニメ乗りに比べると、3倍から4倍近く時間がかかったの。これ9時間ぐらいかかったかの。なんだかんだと細かい塗りだ修正だをやっておると、それだけのことはある。すごく重厚感がありつつも、見栄えもゴージャスで、そして可愛らしさもしっかりと残した絵になったかのうと思っておるので、ぜひうぬらも、難しいとか大変そうとか構えることなく、この厚塗りに挑戦してほしいのであるぞ。なんといってもデジタルであればいくらでもやり直したり塗り直したりということがアナログに比べて簡単であるからな。ではまた。最果ての地がうぬらと我を引き寄せるであろう。この絵にし忘れるでないぞ。うわぁはっはっはっは。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。なのであるぞ。